北陸学院中学校、高等学校は、石川県金沢市、飛梅町にある私立中学校、高等学校である。本校は、プロテスタントの改革長老教会系により、設立されたミッションスクールである。石川県では最も古い後期、中等教育機関としての歴史を持つ、2005年度より男女教学となった。教学会以前は、 石川県最後の男女別学の高等学校であった。交渉は雪の結晶と星をかたどっている。中央の H は高等学校が白抜き。女子制服は1935年の改定から受け継がれた伝統的セーラーブック。夏服と冬服ではカラーとカフスの色地が異なる。2004年に文部科学省によりスーパーイングリッシュランゲージハイスクールに指定された。 全日制家庭普通科学年生一般的には入学偏差値はそれほど高くはないと見られているが、キリスト教系学校ということで、キリスト教系の同志社大学、青山学院大学など有名大学に推薦進学枠が広く確保されている。どちらも英語の授業時数は、公立校の約2倍の時間を当てている。卒業後は、全員北陸学院高等学校への進学が、 可能である。ただしクラス編成などのため、入学試験は一般入試と同等のものを受験しなければならない。アメリカ人宣教師メリーケー、ヘッセルが1884年に、金沢市高坂通り92番地で開いた女子大賞の私塾が元となっている。当時はまだ学生が敷かれたばかりであり、県内では金沢第一中学校も第四、高等学校も存在せず、 ましてや、女子の普通教育などは考えられない時代であった。中高合同で、活動高校のみで、活動中学のみで活動中高合同で、活動高校だけで、活動中学だけで活動。ありがとうございます。